明治38年5月27日、根拠地出動の際、大本営への報告。鉄管御用との警報に接し、連合艦隊は直ちに出動。これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し。日本海海戦の当初、三笠艦上に併用たる信号、広告の後輩この一線にあり、各員一層踏んで努力せよ。昭和6年12月27日、総合平八郎、ロー・ロプス。